リュウグウさんの総体を他に聞いている人はいませんか？でもレナさん、最近はいつも体調悪そうでございましたものね。みー。レナ、カバンなんかも置きっぱなしだし、どうしちゃったんだろう。なんだか、嫌な予感がするぜ。高野さんめ、とんでもないお気味上げを。
駐在さん、ここです、ここです。お待たせしました。状況をお伺いします。確かに施錠して出て行ったんです。そうしたらまず家の扉が開きっぱなしになってまして、それで私の部屋の手提げ金庫がまんまとやられまして。ご主人、これはその時のまま？触ってない？ええ、犯人の指紋とかあるだろうと思いまして金庫には触れてません。ただ中身を確認したので中のものには少し触れています。それで取られたものは？貯金通帳と印鑑は大丈夫だったんですが、中に入ってた現金を全部。通帳と印鑑大丈夫だったんですか？そりゃ不幸中の幸いでしたね。最近は通帳から足がつくと思ってプロは現金しか持ってかないんですよね。こりゃだいぶ手慣れた空き巣かな。金庫ごと持ってかないでこの場で開けちゃうってんだから相当のプロだね。でお金はどのくらいやられちゃって？ちょっと数えてなかったんですが、多分1万円札で100枚近くはあったと思います。ああ、そう、それだけの現金が入ってることを誰かに知らせた？いえ、誰にも知らせてはいませんが、あの女たちならこの家に金があること。あの女？ちょっとお話を聞かせていただけますか？実はあまりみっともいい話じゃないんでお恥ずかしいんですが、マミヤ・リナという女とですね。すみません、ちょっと出てきますね。すぐ戻ります。はい、リュウグウです。あ、すみません、前原と申しますが、レナさんはいらっしゃいますか？レーナはまだ帰ってきてません。まだ帰ってない？申し訳ないんですが、ちょっと今立て込んでます。遊びの電話でしたらまたかけ直していただけますかね。申し訳ないですね、失礼いたします。
はい、いつもはそこに止めてあるはずなんです。わかりました。もしお嬢さんが帰られましたらご連絡をください。こちらの方でも探してみます。
いえいえ、時間のことは気にしないでくださいよ。残業代はついちゃいませんが、ちゃんと勤務中ですので。以前も少し話しましたが、やっぱり私、何者かに狙われてるみたいです。それは本当ですか？ええ。以前までは、ひょっとすると気のせいかもしれないと思う程度だったのですが、昨日あたりから間違いないと思うレベルになりました。間違いないレベルと言いますと？数台の車が私の身辺を伺っているようなんです。うちの一台は白いワゴン車で、造園屋に偽装した4人の特攻隊と思われる人間が乗っています。特攻隊というと、園崎家の暗殺部隊の？はい、おそらくそうに違いないと思います。今日学校にまで詰めかけてきました。あわやのところで逃れましたが、危ないところでした。しかし、なんだって急に。まさか竜宮さんが富武殺しについて嗅ぎ回っているとでも思い込んだんですかね。実はですね、ついさっき嫌な話を耳にしました。もうちょっとちゃんと調べてからお耳に入れたかったのですが、お互い新情報を知ったら伝える約束です。ですので、とりあえずお話しておきます。実は沖ノ宮の園崎組で悪い動きがあるらしいんです。その先組で悪い動きですか？ええ、ちょっとショックな話かもしれません。実は若い衆に人探しを命じているという話なんですがね。人探し？私もにわかには信じられません。探しているのはあなたらしいんですよ。竜宮レナを探させているそうなんです。まだ仕入れたばかりの情報なんで、何が狙いかはつかめていませんが、あなたの名前が出ていることだけは間違いありません。私が身に危険を感じ始めているという話、信じてもらえますか？ねえ、お互いの話がきれいに一致します。リグさん、これはどういうことですか？お心当たりは？
大石さんの方で何か分かりませんか？私には全然どうしてだか。私だって分かりません。園崎組があなたという個人を狙って動くなんて考えられない。でも事実なんです。信頼できる筋から得た情報で紛れはありません。園崎組が私に関心があるのではなく、園崎本家が私に関心があるというのは、こういった動きはめったに見せるものではありません。例えば組の上納金の持ち逃げがあったとか、そういうトラブルがあった時にはこういう騒ぎもあったりします。でもそれは大抵組関係の業界の話で、仇である個人が対象となるなんて前例がありません。私がその貴重な一例目であるのは嬉しいですが、前例がないで済まされちゃこっちはたまらないです。まあ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 、リュウグウさん、落ち着いて落ち着いて。今度はリュウグウさんが話す番じゃないんですか？何をですか？リュウグウさん、その園崎組がこういう動きを見せることはおいそれとあることじゃありません。何かの誤解にしたってなかなかあることじゃない。心当たりはありませんか？竜宮さんにとっては何気ない何かが彼らを誤解させている可能性もあります。私の読みでは連中、あなたが園崎本家周辺を嗅ぎ回っていて、何かとんでもない事実をつかんだ、もしくはつかんだと思い込んでるの。それは竜宮さんが日々の生活でしてしまうような些細なものじゃない。もっと目立つ何かです。本当に心当たりはありませんか？私がミオさんのスクラップ帳を預かっているからだと思います。ミオさん、高野ミオのスクラップ帳ですか？そいつは一体？はい、実は私、ミオさんが殺される数日前に彼女と図書館で出会って、その時に意気投合して彼女に研究をまとめたスクラップ帳を数冊預けられたんです。研究をまとめた？うんうん。はい、ミオさんは雛見沢村の歴史について深く研究していたんです。そしてそれらを数冊のスクラップ帳にまとめていました。奴らはミオさんを殺した時、スクラップ帳が何冊か足りないのに気づき、それを私に託していたことを気づいたのだと思います。奴らの狙いはスクラップ帳？リグさん、それは一体何なんですか？雛見沢がかつて鬼ヶ淵村と呼ばれていた太古の昔についての研究をまとめたものです。お社様信仰の発祥について書かれています。お社様信仰というとあれですか、人食い鬼の末裔が仙人になってっていう？ええ、ミオさんはその研究の中で
お社様信仰についてのある重大な秘密を暴いたんです。その研究結果はお社様を神聖であると崇める人たちにとっては極めて冒涜的な内容でした。なるほどなるほど。信仰の特に盲信的な連中にはその研究の存在が許せなかった。彼らはミオさんを消し、そのミオさんが残したスクラップ帳も葬ろうとしているんです。最初のうちは私が持っているのかどうか分かりかねているようだったんですが、昨日を境に疑わしきは殺せという方針に変わったように感じています。なるほど。そりゃ好ましい状況ではありませんね。あなたの身辺を警戒させましょう。あとそのスクラップ帳を拝見させてください。鷹野殺しの何かの手がかりになるかもしれない。あ、いえ、その警察の内部にも奴らの手先が混じっている可能性ですから、身辺の警戒は結構です。自分の身は自分で守ります。あとスクラップ帳も同じです。彼らはそれを抹消しようとするでしょう。たとえ警察の中であっても。園崎組があなた一人をターゲットに動いている以上、もしこれが園崎本家の頂上からの指令ならその可能性は確かにありますね。園崎本家が敵だった場合、悔しいですが私たちの中にも内通者がいないと。そういうことです。ですから私のことは気にしないでください。それよりお願いがあります。とてもとても重要なお願いです。言ってください。何ですか？ミオさんの研究によるならば、今雛見沢の闇に恐ろしい陰謀があり、それが遠くないうちに実行されそうなんです。陰謀？それは一体何です？奴らの正体はお社様信仰の信者たちです。奴らは明治以降すっかり下火になってしまったお社様信仰の意向を取り戻し、太古の鬼ヶ淵村の時代のような厳格な信仰を復活させようとしているんです。続けてください。メモしてます。ミオさんの研究によると、お社様伝説の根底には大昔のある風土病の存在があるんです。その風土病の猛威がお社様のたたりと恐れられ、それを治療できる医者的存在がお社様と崇められ村を支配した。そうだったんですか。なるほど。続けて。その風土病は土着のある特殊な寄生虫によるものだったんです。ですが長い世代を繰り返すうちに徐々に無害になっていき、ご存知の通り今では何事もありません。彼らにとって風土病が無害ではお社様のたたりがなく、たたりがなければ救いも必要ない。だからお社様の神聖性が保てないわけです。それを復活させようとしたら
それはつまりフード病をよみがえらせるということを意味するわけですから。そうです。奴らはお社様伝説をゼロからもう一度やり直し、お社様の降臨を再現しようとしているんです。そのため古代の強力なフード病を再発させる原始の寄生虫を研究していたと思われます。連続開始事件の正体はこの研究結果を試すものだったんです。そして富武さんに対して古文書に残る宇治脇病を再現できた。奴らは5年かけて原始の力を持つ寄生虫を復活させたんです。なんてこった。奴らの最終的な目的はその寄生虫をばらまき、お社様に帰依する者のみを特効薬で救い、お社様信者のみの楽園を作ろうとしているんです。それは間違いなく事実でしょうね。このスクラップ帳にはその寄生虫が雛見沢の人間のほぼ全員に寄生している事実が書かれています。医学的根拠に基づいていて、その寄生を間違いなく裏付けます。信じられない。そう、お寮のババアめ、ほっときゃいつでもお迎えが来るだろうに、自分一人じゃ三世の川一つ渡らないのか。こいつは無差別テロだぞ。なんてこった。本来の寄生虫は雛見沢一帯にしか適応できませんでしたが、彼らはその競技の傾向からより広域にわたって寄生虫が環境適応できるよう改良を加えている可能性が高い。雛見沢だけにとどまらない。沖宮を飲み込むか、市内全域に及ぶか、県全体にまで及ぶか。くそったり、どうすりゃいいんだ。くそ、首謀者は誰です。雛見沢御三家、おそらくは園崎家の当主でしょう。ただしお寮が主会なのか、お寮すらも駒なのかは分かりません。私には奴らを奴らと呼ぶことしかできない。その規模も全くわからないんです。その研究がどこで行われているかわかりますか。そこを抑えます。それはこのスクラップ帳にも書かれていません。大石さんの方で検討はつきませんか。そんな寄生虫だの何だのの研究をしてるってことはかなりしっかりした改造拳銃ぐらいならガレージを改造して秘密工場にもできるだろうが、寄生虫じゃそうはいかないでしょう。美代さんは入江診療所に勤めている看護師でした。入江診療所が怪しいということはありませんか。雛見沢の規模から見て立派すぎるのが前から不審だと思っていました。はあ、入江診療所か。とにかくそれがどこかは分かりません。それはどうか大石さんの方で調べてください。怪しげなところを片っ端から調べられないんですか。
ご存知の通り、警察は強制捜査には令状ってもんが必要です。そりゃ後付けで取ることもできますがね。間違いなくそこだという決定的な証拠があった時の話です。でも大掛かりな細菌テロが計画されているのだけは事実なんです。しかもミオさんの殺し方の請求さから見て、私は彼らが実行に移す X デーが近いような気がしてなりません。わかりました、わかりました。こちらの方でも何とかしています。そんなとんでもない計画なら、その先本家も一枚岩ってわけにはいかないでしょう。必ずどこかに胸中で反対している人間がいるはずです。そういう人物と接触できないか、こちらでも探してみます。任せてください。こういうのは私の得意とするところですよ。ミオさんはなんて恐ろしい陰謀を暴いたんだろうと恐ろしくなります。気の毒な最後でした。隣の県の山中でドラム缶の中でこんがりでしてね。気の毒なことです。そうそう、そういえばちょい彼女のことで変わった話がありましてね。変わった話ですか？ねえねえ、最初何か事件に関係があるのかなって思ってたんですがね、今のとてつもない陰謀の話に比べたらさまつな話です。多分鑑識のちょっとしたミスでしょう。いえ、聞かせてください。そういう約束じゃなかったですか？いえ、隠すつもりなんかありません。ただちょいと夏向きな話だったもんで。リグさん、渡流しの晩覚えてますか？あの晩の祭りの終わった後です。あなたの仲良し5人組と富武、高野の7人で談笑してますよね。談笑というほどではありませんでしたが、ええ、少し話をしたような気がします。いえ、実はですね、高野の遺体が見つかったのはその晩なわけですが、隣の県警さんの鑑識では死後24時間以上って出ちゃったらしいって。でもそれだと話がおかしい。あの祭りの前の晩には殺されてることになる。殺されてることになる。つまり早い話が、渡流しの日には高野はもう死んでることになるんですよ。だからあの祭りの晩に会った彼女は実はゾンビだったのかな。
なんてね。な。まあ、あちらの鑑識のちょいとしたポカでしょう。さん、悪いことは言いません。警察が信用できないお気持ちも分かります。その先本家は市内全域を牛耳っていますからね。署にもその先家の御用聞きみたいな連中がいますし、それでも今のあなたは危険だ。それで私個人を信用してはくれませんか。私以外の誰も知らないところにあなたをかくまいます。私をどうか信用してください。大石さん、本当にありがとうございます。とにかく奴らの研究所を突き止めて、なんとか陰謀を食い止めてください。私はしばらく身を潜めます。また連絡しますね。
もしもし。もしもし。おいさん、やっぱりヤバそうな山っす。リュウグウレナを探させているのはその先組、笠井達義。笠井？その先茜の懐刀じゃないですか。情報や界隈でも相当な騒ぎになっているようです。リュウグウレナが園崎組にとって相当都合の悪いものを握ってるんじゃないかと、もっぱらの噂です。情報屋の皆さんもさすがに考えですね。ねこりゃとんでもない山になってきたぞ。佐藤さんは例の建設省とお寮の秘密交渉テープじゃないかって見てるみたいっす。だとすれば人が死ぬ騒ぎになるっすよ。ですよ。クマちゃん、覆面パトをリュウグウ家に貼り付かせてください。本日付でリュウグウレナから暴力団組織に脅迫を受けている訴えがあったため、身辺警護ってことにします。課長には後で私から話します。いえ、その実はリュウグウレナは自宅を出ているらしいです。駐在所からの連絡ではどうも家の金を何十万か盗んで雲隠れしているらしいんです。それからリュウグウ家の前には園崎組の車が一台張り付いているという連絡が。バッカ野郎、なんでそいつ早く言わないんだ。リュウグウレナは相当高度に狙われてるぞ。さっきの電話はいいじゃなかったんだ。リュウグウレナを至急保護します。車を回せ。家の前に張り付いてる野郎を締め上げろ。おい、我が家の何人か来い。おっす。え？レナさんが家にいない？この時間に？
はい。しばらく家の前で待たせていただきましたが、戻られる気配がなかったもので一度引き上げました。誰かの家に遊びに行ってるとかじゃない？案外本家でお姉たちと一緒に部活大会だったりしてね。一応それを疑って本家にも寄らせていただきましたが、いらっしゃられないようでした。ミオンさんもレナさんがお帰りになられないのを心配しておられました。そうなの？どうしたんだろうね。あって、めったにないことだろうとは思いますが、たちの悪いのに絡まれたのかもしれません。念のためレナさんを見かけていないかどうか聞き込ませています。あの子に限っては大丈夫だと思うけどな。何気に強いしね。それはそうと、私に何の用だったんです？あれ？言わなかったっけ？なんかね、葛西の落とし物を拾ってるらしいよ。お姉が言うには、レナさんそれを直接返したいんだってさ。おうおう、いいね、若い子にモテることで。堪忍してください。しかしご無事だといいのですが。はい。はい。わかりました。直ちに。誰？お父さん？はい。レナさんを大至急保護して本家へ護送せよとの園崎本家からの命令です。ばあさんの直令？レナさん何をやらかしたんだか。あー、爪かな。かわいそうに。クワバラクワバラ。レナがまだ帰ってないって？うん。実は聞いた話だと、レナ自宅を出てどこかに雲隠れしてるらしい。雲隠れ？どういうことだ？あと、これはさっき入ってきた情報なんだけど、警察がリュウグウレナの行方を探してるって。なんだって？なんでもレナの家の前にはすでに覆面パトカーが1台張り付いてるらしい。村の中にもすでにサイレンなしのパトカーが数台入り込んでるみたい。あと、君吉本家にも警察から電話があって、リュウグウレナの所在を至急確認したいので、懲戒連絡網で確認をしてほしいと連絡があったって。ってことは、まさか。
俺たちの隠した死体が見つかったってことが。ううん、それは 100% ありえない。私が保証するよ。おう、よく 100% なんて言い切れるな。うん、実はね、あの死体、園崎家の方で秘密の場所に処分させてもらったの。秘密の場所？まあまあまあ、そこは深く考えない。あのね、私たちが埋めたあの山林、後でよくよく聞いてみたら、今年の夏に大規模な伐採計画があるって分かったの。だからちょっと私の方で手を回させてもらったってわけ。そっか、なるほどな。お前、味方なら頼りになるけど、敵だったら怖いやつだな。おじさんを誰だと思ってるんだか。じゃあ死体じゃないよな。一体どうして警察がレナを。わからない。北条鉄平と間宮里奈が竜宮家を食い物にしようとしてたって話は裏の界隈ではちょっと知られてたらしいんだよ。そっちの角度からレナが浮上したのかもしれない。とにかく容疑者ってわけじゃないんだ。でも重要参考人とかって扱いではあるだろうね。どっちだって同じだぜ。くそ、せっかくレナは平穏な生活を取り戻したんだぞ。ここで台無しになんかしてたまるか。ミオ、俺たちでなんとかレナをかばおう。当然だよ。とにかく警察よりも先にレナの身柄を確保するようさっき沖宮の家に伝えた。本家でならレナを 120% 警察から守れる。レナをかくまうだけじゃ解決にはならないんじゃないのか。レナの権威を何とかしないと。そこは保護してから考えるよ。アリバイを証明する証人なんかいくらでも作れるし、本家に出入りしてる最高の弁護士もいる。私たちは仲間を絶対に見捨てない。ああ、そうさ、絶対にレナを守ってやろうな。くそ、俺ができるのはミオンに頼るだけかよ。情けないぜ。まあまあ、蛇の道は蛇ってことだよ。おじさんの方で手を尽くすから、ここは任せな。あと村全体で警察の目をごまかすためアリバイを作る。レナが5グラのあたりで目撃されたことにしよう。警察の目が広域に散ればそれだけ薄くなるはずだよ。なるほどな、そいつはうまいぜ。こんなのはダム戦争の頃はお手の物だったよ。絶対にレナをかばいきってみせる。あとケイちゃん、レナはケイちゃんのことは特に信頼してた。だからレナの方からケイちゃんのところに現れる可能性がある。その時にはすぐ保護してあげてほしい。その時は私にもすぐ連絡してね。お、わかったぜ。レナは強い子だからね。きっと
こんな苦難も乗り越えてみせるよ。そうだな。大丈夫だよ。私とレナだって仲間同士なんだからさ。腹を割って話せばすぐに誤解だって分かってくれるよ。ケイちゃんだって私と話して誤解が解けたんでしょ。よくもまあ、あんなとんでも話を信じたもんだよ。まあな、我ながらよくあんな話を鵜呑みにしたもんだぜ。前原圭一、多分一生の恥だぜ。やれやれ。来客だわ。なんだか警察っぽいな。じゃあこれで電話を切るね。お、わかった。レナは今晩以降ゴグラのあたりに潜伏してることになってる。警察に何か聞かれても知りません、会ってませんで通すんだよ。お、了解。母さん、ごめん。ちょっと出かけてくるよ。こんな時間に？もう遅いからよしなさい。大切な用事なんだ。すぐ戻るよ。あとそれから、もし俺が留守の間にレナが来るようなことがあったら黙って俺の部屋に通してほしい。それからレナの所在を尋ねる電話が来たら、知らないって言って切っちゃって。